西区お出かけ、サポートバス、浜ちゃんバス専用車両費のポンチョ西区お出かけ、サポートバスは、かつて横浜市が西区で運行していた、コミュニティバスの正式名称。愛称は浜ちゃんバス。2003年12月15日運行開始、2007年3月31日廃止。運行は、横浜市 A バスほどがや営業所が担当していた。横浜市 A バスでは、 唯一のコミュニティバスであり、当時は横浜市内で唯一のコミュニティバスであった。横浜市都市計画局と横浜市西区がお出かけ、サポートバス実証実験事業として運行していた。港未来21などの観光スポットに近い桜木町駅西部の住宅地を循環していた。横浜市交通局が付与する系統番号は270系統であった。 後にこの系統番号は横浜駅と赤レンガ倉庫を結ぶ直行バスが使用している。利用者の減少によりバス路線の再編に合わせて2007年3月31日をもって廃止した。横浜市営バスでは3年3ヶ月間コミュニティバスが存在していたことになる。運賃は100円均一ではなく他の市営バス路線と同額であった。他の市営バス路線とは異なり、 マリンカードバス共通カード、定期券、各種一日乗車券は利用できなかった。また横浜市が発行する、経路パスも利用できなかったが、70歳以上の高齢者は、年齢が確認できる、証明書の提示で運賃が100円に割引された。本系統専用の回数券があり、11枚綴りで2000円だった。運行終了後は、回数券は利用できなくなり、 2007年5月31日までは、西区役所企画調整係で、手数料を差し引いた上で、回数券の払い戻しを行っていた。払い戻しは残り2枚以上の場合に限り、1枚のみの場合は払い戻しできなかった。桜木町駅を奇襲点とする一周約40分の片方向を循環で、9時から17時までの時間帯で運行していた。 バス停留所ナンバリングは行われていなかった。終点が設定されていない便は乗り越し可能だが、一周を超えての重複乗車はできない。廃止時点の運行経路は以下の通り。専用車両として、浜ちゃんバスカラーの小型ノンステップバスを使用していた。車種は横浜市営バスの一般路線バスで使用される小型バスとは異なり、日のポンチョが採用された。 ありがとうございます。